型コロナウイルスの影響で市外での観光 PR 活動が自粛されていた日南サンフレッシュレディ原田咲さんと細田瑞穂さん、再開発が進む宮崎駅前で行われた鉄道の非感謝祭のイベントで国産品の販売や日南市の PR をしました。これまでテレビ出演や SNS のみで日南の魅力を発信していましたが、イベントでの PR 活動は初めての2人。準備を念入りにしています。いや、もう緊張して昨日眠れなかったです。せっかく今まで覚えてきた観光地の PR 文とかを初めて言えるので、噛まずにハキハキと伝えられたらなと思ってます。日南市のブースでは写真サービスにも応じていました。中にはサインを求める人も。いや、もうこれからも本当いろいろ頑張っていただきたいですよね。日南市の観光イメージキャラクター日南者様も PR に一役買っていました。本番前に練習です。ちょっと緊張している様子。この素敵なイベントに参加できるので一生懸命 PR 頑張りたいと思います。緊張はするんですけど笑顔を忘れずに明るく頑張りたいと思います。そんな中、家族や親戚も来てくれました。そしていよいよ出番です。日南サンフレッシュレディのお二人です。どうぞ。やっぱりコロナでなかなかその PR 活動ができなかったんですよね。この春に就任されたんですよね。それで今回初めてサンフレッシュレディとして日南を PR する場がここ。なるほど、それはだデビューなのよ。デビュー戦ですか。日南市の主な観光地として宇土神宮がございます。山幸彦、海幸彦伝説の舞台として知られています。また九州の小京都と呼ばれている風情漂う帯の城下町がございます。帯藩伊東市の5万1000石の城下町として栄え、現在も変わることのない町並みが残されており、国の伝統建国の伝統重要伝統的物、重要伝統建造物保存地区に認定されております、はい、その他にもモアイ像で有名なサンメス日南や森林セラピー基地に認定を受けておりますイノハエ渓谷など、海、山、川といったさまざまな観光スポットがございます、はい、日南の観光スポットや旬の伊勢エビが食べられることを宣伝です。祭り期間中は格安で提供しておりますので、ぜひ一度日南市へお越しください。はい、はい、あちら向こう側に日南物産展ございまして、はい、日南の海の幸を使ったものや今回はみかん大福、中にみかんが丸ごと入って大福を販売しております、はい、とても美味しいのでぜひご賞味ください。こっち、肝が座ってますね、こちら今年はコロナでイベントが数が中止になっておりますが、宮崎県内の佐賀県の修学旅行で踊りに来ていただいたりとか、だんだん観光客も増えてきておりまして、実は にぎわっております、ぜひ今こういう伊勢海老の時期でもありますので、こちらに遊びに来てください、はい、お待ちしております。日南市の PR をこれからも頑張っていきますので、日南サンフレッシュレディをよろしくお願いします。皆さん一緒に応援しましょう。あ、はい、日南者さん、どんげでしたかこの二人は。OK 100点満点。約5分間でしたが、無事にステージでの PR が終了。失礼しました。ありがとうございました。ちょっと緊張を隠すために大きな声で話してとても緊張しました。でも、はい、日南 PR できてよかったなと思います。またお願いします。できるのはもう一回やり直したいんですけど
でも楽しくて、また今後に生かしたらいいなと思います。お疲れ様でした。まあ2人とも初めてのイベントだったので緊張はしていたと思うんですけど、まあ可愛らしく元気いっぱいに日南を PR してくれたんじゃないかなと思っております。日南市観光協会では毎年観光 PR 活動をしてくれる日南サンフレッシュレディを募集しています。